ああ、あの状況じゃごまかしようがなかったけど。ルカちゃん？え？お二人はお隣なんですか？なんでそんなに距離近いんですか？好きなんです。何言ってんの？大人をからかうのは良くないよ。好きになる理由なんてどこにも。私は本気です。レンタル彼女にこんなに本気になれる人なら、本当の彼女はもっともっとすごくすごく大切にできる人だって。ただのレンタルなら何の障害もないはずです。なもん無理に決まってんだろ。この子と付き合うとか。もうバレてるわよ。出ましたね、フィクサー。誰が黒幕よ。あなた自分の言ってることが分かってる？私は勝也君におっぱいだって触られたんですから。いや、あれは違う。何考えてるの？可愛ければ誰でもいいわけ？強引に抱きしめられ、押し倒され。それと胸の剣は別件だろ。別件ならいいってこともないわよ。そうじゃなくて。